なんと脳の形が変わるということが分かっています。そう、脳の形が変わってしまうんですね。皆さんこんにちは、スピーチャリッチ三輪です。今日もありがとうございます。冒頭一つお知らせをさせてください。このチャンネルをご覧の方の中には、金運を上げたいとか、幸せなお金の引き寄せをマスターしたいと感じられている方、少なくないんじゃないかなと思います。それで時々動画でも金運の話やお金のことについて話すことがあるんですが、三輪さとし公式 LINE では、より詳しく本質的に金運を上げる方法をステップバイステップでお伝えしています。金運って体質なんで、神社やパワースポットに行くのもいいんですけど、本当に豊かになるには根本的に体質改善をする必要があります。公式 LINE では金運の体質改善ができる方法を伝授していますので、ぜひ動画概要欄、コメント欄から無料で登録してみてください。では今日の本題ですね。今日のお話はマインドフルネスについてです。ここ数年で海外でもこのマインドフルネス、すごく一般的になってきましたし、日本でもマインドフルネスっていう言葉が広がって、取り組んでいる方も増えてきたと思います。なので、このマインドフルネスっていう言葉は一度は聞いたことがあるって方も多いんじゃないでしょうか。マインドフルネスっていうのは、今この瞬間に集中して自分の意識や五感と向き合う、そういうマインドフルネス瞑想が有名ですね。これはストレスの軽減でしたり、集中力アップのほか、生活習慣病の予防など、医学的にも効果が認められているんですね。一昔前だったら、瞑想なんていうと何それ宗教とかね、なんか怪しいもののように思う人が多かったようなんですけど、今では本当に一般的になったということなんだと思います。それでこのマインドフルネスのための瞑想をすると、様々な効果を期待できるというふうに言われています。ストレスが軽減し、幸せを感じやすくなるですとか、免疫力の向上、血糖値の低下、あとよく眠れるようになるですとか、集中力や記憶力の向上、勉強や仕事のパフォーマンスが上がる、あとは他人のいいところに目が行きやすくなるということも言われています。ストレスが和らいだり、健康に磨きがかかったり、人間関係が円滑になったり、仕事や勉強の生産性も向上したと感じる人、すごく多いですね。そこで今日は、まずはこのマインドフルネスについての基本情報を押さえた上で、誰にでもできる簡単な実践方法をご紹介して、その長期的な効果についてすごく興味深いデータがありますので、それも最後に分かち合いしていきたいと思います。それではまずはマインドフルネスの基本情報についてです。マインドフルネスは英語のマインドフルネスから来ていますけれども、実はこれは仏教の経典で使われている古代インドの言葉、サティの英語訳として当てられた言葉なんですね。もともとは日本人にも馴染みのある仏教から来ているものなんです。このサティは日本語訳をすると、気づきですとか、心を留めておくことという表現になります。そういえば英語では注意を向けるという意味の mindful という言葉があるんですけれども、今日お話しするこのマインドフルネスの概念はもうちょっと深い意味があるんですよね。マインドフルネスっていうのは、つまり今自分が何をしているのかということに意識を集中させることで、今この瞬間の自分を観察することを意味します。ここすっごく大切ですね。今この瞬間の自分を観察することなんです。今の自分の状態にしっかりと意識をしていること、これをマインドフルネスと言います。まだちょっと分かりづらいですかね。それではこのマインドフルネスをもっと分かりやすくするために、マインドフルネスとは反対、真逆の状態についてお話をします。例えばテレビを見ながらご飯を食べる、ご飯を食べながらテレビを見ると、テレビの内容に集中してしまって食事をしているっていう意識があまり持てないですよね。あとはこれも例えばですけど、友達と会話をしている時に考え事をしてしまって相手の話を聞いていなかったという時も、やっぱり今ここにいないというような表現をしますよね。これも今この瞬間に意識が向いていなくって、注意がいろんなところにね、外に向いているというふうにも言えますので、マインドフルネスとは真逆な状態です。マインドフルネスではない状態というのは、つまり今この瞬間について意識できていない状態ということになります。
普段から身の回りで起きる出来事に対して条件反射的に反応したり、感情に任せて行動したり、先の未来のことを考えて不安になってこうぐるぐるね嫌なことばっかり考えたりと、今この瞬間のことよりも考え事をしている時間が多いという場合、マインドフルネスができていないということになります。特にストレスを感じている時なんかは、考え事を10秒だけ止めるっていうことも難しいかもしれません。脳内に勝手に浮かんでくる思考でしたり考えのことを自動思考というんですけれども、これって自分で思考しているようで、実は脳の機能なんですね。脳の自動機能というふうに言われています。自分の意思で考えているというよりかは、もう脳が勝手にやっちゃってるっていうことですね。実は脳は自分の意思とは関係なく、今までの経験をもとに過去や未来のことを考えるでしたり、これって意味があるのかどうかとか、これって正しいのか正しくないのかというふうに勝手に思考してしまう習性があるんですよね。その自動思考に気を取られて支配されている状態をマインドフルネスの反対、マインドレスネスと言います。マインドフォーネスに対してマインドレスネスということですね。このマインドレスネスの状態が続くと脳がすごく疲れるということが分かっています。一日家でゆっくり休んでいたつもりなのに、なんか疲れが取れなかったなっていう場合は、この自動思考に支配されているようなマインドレスネスの状態だったのかもしれません。この状態を続けていると、不安や後悔、心配事などどうしてもネガティブ思考になってしまいます。例えばこれはトイレ掃除ですね。開運アクションなんで皆さん意識されていると思うんですが、トイレ掃除の時にも当てはめることができます。なんかめんどくさいなとかね、そういうふうにこういやいやトイレ掃除をしている状態は、トイレ掃除自体の動作一つ一つに集中していない状態なわけですね。集中していなくって感情や思考の方に支配されている状態なんで、やっぱりこれはマインドレスネスなんですね。今この瞬間に集中して心を込めて綺麗にトイレ掃除をしているときはマインドフルネスですね。こんな風に同じトイレ掃除でもマインドフルネスの状態でやった後は、幸福感とか充実感を感じることができると思います。こんな風に今この瞬間を意識することで、その結果ストレスが軽減されたり生産性が上がるという効果が海外、まあ主にアメリカですね。アメリカで注目されて、 Google でしたり Apple といったような企業がこぞってこのマインドフルネスを取り入れるようになったという経緯があります。それではこのマインドフルネスの簡単な実践方法について、ここからお伝えしていきたいと思うんですけど、ぜひ一緒にやってみてください。一つ目は呼吸瞑想です。自分の呼吸を観察するというマインドフルネスの王道ともいえる瞑想法なんですけれども、まず鼻からゆっくり息を吸い込むときに、鼻から入ってくる空気の流れに意識を向けます。ということで、まずは目をつぶっていただいて、今からちょっと鼻からゆっくり息を吸い込んでください。はい、鼻の奥や喉のあたりに冷たい空気が入ってくる感覚ありますよね。はい、では次はゆっくりと息を口から吐き出しますけれども、吐き出してください。はい、この時に温かい空気を感じると思います。はい、たったこれだけですけれども、これを1分続ければ1分のマインドフルネス瞑想をしたということになります。1日1分だけだったら意外と簡単にできそうですよね。もう一つは食べる瞑想です。この食べる瞑想っていうのは、実はマインドフルネスイーディングという名前がついています。名前の通り、食事をしながら行う瞑想ということなんですね。これはながら食べをやめて、食べ物をよく観察して味わうということだと思ってください。食事のもちろん見た目もそう、香りや味もそうですけれども、口の中に入れた感触とか喉越しなんかをよく観察しながら食べてみてください。時間には特に制限はありませんので、これ30秒だけでも毎日やっていただけるんじゃないかなと思います。食べる時に感じる感覚一つ一つに集中してやってみてください。これを続けると、あなたの人生はどうなっていくのかということで、最後にこのマインドフルネスの長期的な効果についてお伝えします。というのも、毎日続けることが一番大切だと思うんで、まあ、マインドフルネスの長期的な効果を今回知っていただいて、楽しく続けられるようにしていただければなと思います。短期的な効果は、さっき言ったみたいにストレスが軽減して幸せを感じやすくなるとか、免疫力の向上とか、血糖値の低下、よく眠れるようになる、集中力、記憶力の向上、仕事や勉強のパフォーマンスが上がる
あとは他人のいいところに目が行きやすくなるというところなんですけど、長期的な効果はですね、なんと脳の形が変わるということが分かっています。そう、脳の形が変わってしまうんですね。マインドフルネス瞑想は脳トレと言われているくらい脳に変化をもたらしてくれます。不安や恐れ、ストレスを感じる扁桃体の活動が抑えられて、それと同時にこの扁桃体をコントロールしている前頭前皮質が拡大します。そうなると、これはもう一時的な変化じゃなくって、人生単位で前向きな精神状態になって、ストレスに強くなって、まあ、メンタル激強になるということですね。そして感情のコントロールや生産性が上がって、その状態が定着するということなんですね。継続することで物理的に脳が変わって定着するっていうのがすごく面白いと思います。この脳の形が変わるということも科学的に証明されていまして、そのデータをもとに認知療法が考案されたというふうにも言われています。マインドフルネス瞑想、やることは簡単ですけど、かなり奥が深い世界ですね。今この瞬間を観察するだけで、心と体に数えきれないほどのいい変化が現れる。ピンときた方は、ぜひ今日からマインドフルネス瞑想を取り入れてみてください。それでは今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方は、ぜひいいねとチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。